よし、一回バトルロード行こう。一回バトルロード行って、なんか商品もらおう。入れ替える。ハイパーポンゲに、ちょっと一回全員外そう。外す。で、ここに、アポロ。で、外す。で、ペホップ。よし、これでいこう。確かまだ A ランククリアしてないよね。勝てるかな。ベホップがマジで仕事せんからな。金がないぞ。いくらだったっけな。多分1000円はすると思うんだけども、1000円はしたはず。間違えた。あ、ちょっと足りない。ちょっとお金稼いでまた来よう。よし。ランク A。よし。もう勝てるでしょ、さすがに。アポロンに、ハルク、で、ベホップおれば。勝てるよね。ベホップ次第かな。頼むぜ。ほんと、こまめな回復を頼む。敵、ごつすぎるだ。こまめな回復、マジで頼むからな。投げ払い。よしよしよし。まあ、まだいいよ。まだ回復がいい。まだ大丈夫だよ。次の次あたりで回復しなかったら、おってなるよね。まだ大丈夫。まだ全然問題ない。ただ攻撃ばらけるな。連携取れ、連携。ばらけるなこいつら、ほんと。よし。とりあえず1匹。2匹。あ、それ狙ってたんかな？それ狙ってたの？ワンターンで、2体、倒せるぐらいに持っていく調整？そろそろ、ちょっと一回ほい、デフォーマー入れといてくね。そろそろ。痛恨度が来ちゃうからね。危ないからね。そろそろ一回入れとこうか。まあ、次開幕やってくれるでしょ。開幕、まずベホマ打ってくれて、で、ベホマで、2ターン使ってくれるでしょ。はい。あ、カラッチ。カラッチじゃん。
カラッチって出るまで全然名前覚えてなかったけど。カラッチだったっけ、本当に。回復行こうか、そろそろ。うん、よし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 、いいね、いいね、いいね。うん。そういうことやん。そういうことやん、前から言うてんの。余計合いだね。で、アポロンを、いや、いいやつだね。4人？何？ベホップ。ちゃんとできんじゃん。なんで前やらんかったん？ちゃんとできるやん。で、次、ハルク？ハルクいっとく？ハルクも回復しとく？まだ早い。まだ早い。すまん、すまん。それはすまん。まだいけるか。うん、あ、もう任せるわ、もう。え、ホップ、任せる。うん。もう一回。よし。アポロン、仕留めろ。天才？天才かな？褒めて伸びるタイプだね。うん。ベホップは褒められて伸びるタイプ。うん。福ちゃんだね。うん。あの、スラムダンクで言うところの福ちゃんだね。あた、あた、あたっていうやつ。あた、あた、あた、あた！オッケー！これ勝ったな。これ勝てるわ、これは。これ最後モリーだったっけ？モリーとなんかやらんかったっけな、最後。あ、もしかしてランク S とかあったっけ？うん。リバーンオーナーヒール。誰もが震え上がる、極めてコアモテ団。メガザルロックがちょっといやらしいな。先に壊しておいてほしいな。おーい、賢いね、賢いね、賢いね。マジ賢だね。真空切り。うぜえ。あ、もうほっとけ、ほっとけ、もうそれ。ああ、どっちの？敵の？敵の？敵のね。おー、ナイス回復。アポロン？まあいいでしょ。うん。まあとりあえずね。世界樹の歯はずるくないか。え、ほま。倒せ、倒せ。オーケー。体力は少ないね、こいつら。全然、メガザルロックなんか2ターンで死んじゃうもんね。うん。ハルクの2回攻撃で普通に落ちるかな。で、木も全然体力ないし。危ない！回復！なんかこの後まだ特別マッチみたいなのあるかもしらんから。よしよし、自分じゃないの？自分じゃないの？あ、もうそうか、MP ないしな。うん、それはナイス判断だわ。それはナイス判断だ。稲妻切り。パンチ。こいつだけなんかやたら体力多いな。ボンファイター。はーい、お疲れ様です。
何くれんのかな。驚きました。私もこの仕事長いですけど、ランク A の優勝に立ち会うのは初めてですよ。さあ、これが商品です。どうぞお持ちください。英雄のやり！これはでかい！こいつはでかい！ははは、とうとうこの日を迎えてしまったな。俺をやせてくれ、レディ。お前は わしとレディの出会いはほんの偶然だったのに。レディは、わしの言葉を信じ、ここまでの存在になってくれた。わしは、それが嬉しくてたまらんのだ。もし、わしからレディにしてやれることは何もない。だが、最後に、こういうのはどうだ？レディ、このわしを倒し、最強のモンスターチームオーナーとなれ。戦いのステージはもちろんここだ。ファイナルランク、ランク S！ ランク S の1回戦と2回戦は、わしの知る限りの最強の2人が相手となる。よう、手外しておこう。そして、もちろん最終戦は、このわしが相手だ。駆け上がってこい、レディ。最強のチームでこのわしを圧倒し、最強のオーナーであることを証明するのだ。わしは油断はしない。今日ばかりはレディの健闘を祈らずに別れよう。待っているぞ、レディ。やっぱあったね。うん。いくら？あ、1000円か。良心的だね。いけるかもしんないね。もしかしたらこのまま。ちょっと、お金また適当に、敵を適当に倒し、適度にお金を稼いでこようかな。テキパキと。はい。こいつは強え。槍の特技は、なんかあったっけな？槍装備で攻撃力プラス10。一戦突きが槍だよね、確か。うん。一戦と疾風か。オッケー。ちょっとお金稼いできます。